閉門時間だぞ。こんな夜にこんなことしてまで一体どこへ行こうっていうのかな。俺は力を手に入れ、もう一人の三人の元で。もう遅い、サスケ。ウチハの現実はきつい。おそらくオロチマルのところへ力を得るために。サスケの身が危ない。そんな。至急外出禁止令を出そうと思います。うん、それがよかろう。サスケが里抜けしたらしい。なんだって。どんな力をもらおうっていうのよ、ナルト君。つまりサスケは俺たちを、木の葉を捨てたということか。俺たちの仲間だ、ナルト。サスケを連れ戻すってばよ。オロチマルに会う前に木の葉の里へ。ぶん殴ってでもサスケのやつを連れて帰ってくるからよ。そうよ、いつか捕まるわよ。そんなヘマするわけねえ。ナルト、お願い、サスケ君を。約束するってばよ。サスケのやつ、大門から堂々と出ていくだけあって痕跡だらけだぜ。サスケ、なんで、なんでだってばよ。イタチは同じ年頃には完璧にできていたぞ。あの三年間を。渦巻きナルト、この3年で随分力をつけたようだ。外出禁止令が出てるのに、ナルトったらいつの間にか家出ちゃって、まだ帰ってないのよ。何か隠してるような。隠している？ナルトなら大丈夫だよ。大方どこかで修行でもしてるんだと思うよ。こっちだ。ウチハのサスケが里を出れば、黙っておられぬ者どもが出てくるだろう。邪魔なら排除しろ。どんな手段を使ってもいい。何？お前たちは。その壁、暗部かな。てえ。本気で殺しに来てやがる。いくらなんでも火影直属の暗部じゃねえ。確か根のものと言っていた。ね、こいつらが根のもの。裏だか表だか知んねえが、俺の命を取るなら正々堂々。血の気の多い子だこと。こいつら同じ木の葉なのにどうなってんだ。ズバリ本当の狙いはサスケをオロチマルの元に送り届けること。冗談じゃねえ。だったらやってみろよ。返り討ちにしてやっか。怠慢ぶってる場合じゃねえだろ。それこそ奴らの思うツボだ。ザクン、こっちだ。サバイ
ライバル用の巻物が役に立った。もうすぐだ。お前たち二人ともこの領域を踏み出ることはできない。ここから先は通さない。8丁、16丁、32丁。この上にサスケが。ナルト、先行け。サスケを連れ戻せるのはナルト、お前だけなんだよ。君たちに恨みはありませんが、これも僕の任務です。参ったな。あなたがサスケ君ね。待ってたわ。少しでサスケにたどり着けるってのに、なんで邪魔すんだよ。このチャクラは。からだ。サスケ、お前にサスケに何をしたんだ。サスケ君の望みを果たしてあげたのよ。力ずくでもお前を。やってみろよ。お前になど負けはしない。オロチマルはお前を自分のものにしようとしてんだぞ。血取り流す。圧倒的な力の差を見せてやるよ。そろそろ練り込まれた具合だろう。ただの体術かよ。何この子。あの力には時間制限があるのか。目障りなんだよ。なるほど。雷鳴と共に散れ。気を抜いたな。本当の狙いはこっちだ。お前と俺は似ているとずっと思っていた。俺たち二人ともずっと父ちゃんと比較されて生きてきたよな。お前はどんどん腕上げちまって、最初は悔しかった。ずっと落ちこぼれで、ずっと弱くて、おかげのダメ息子でいればよかったんだ。だから力を求めたって言うのかよ。そうだよ、ナルト。友達だ。認めてやるよ。今からは対等に戦ってやるよ。お前を連れ帰りに少し遅かったようだな。許せ、サスケ。